レオボル・ヒャルト、レオボル・ヒャルト、レオボル・ヒャルト、1899年3月31日1945年8月23日は、ロシア出身のドイツ人指揮者、ヘルマン・シェルヘンに指示し、第二次大戦でドイツの降伏後、亡命したウィルヘルム・フルト・ベングラーに代わり、暫定的に、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に就任した。 ドイツ系の両親のもとに、モスクワに生まれる。本名はレフ・リボビチ・ボルガルト、と言った。サンクトペテルブルクにおいて、音楽教育を受けるとともに、スタニスラフスキー劇場の常連客となった。ロシア革命を経て1920年に、ワイマール共和国に亡命する。クレンペラーと契約し、ベルリン・クロル・オーパーの指揮者助手に任命される。クレンペラーは、技術に自信がなかったため、 ボルヒャルトが批評してくれることを期待していたのであった。1933年1月に初めてベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮する。1935年にナチス政権によって政治的に信頼すべからざる人物として活動禁止の浮き目を見るが自宅マンションで指導を続けボリス・ブラッヒャーやアイネムラと進行を重ねた。ただし、 完全に演奏が禁止されるのは1943年であり、それまではベルリンフィルなどで客演式を行っていたという記述もある。津島達夫によると35年から完全に禁止される43年までは基本的には演奏活動は禁止されていたが外国から要請された時は許可されたという1937年に行われた イギリスの夕べなどと題するイギリスやフランスの音楽を、レオがベルリンフィルを指揮するコンサートと、逆に外国人の指揮者とドイツ人の演奏家の組み合わせのコンサート、並行してやるナチスのドイツ優位を主張する、プロパガンダ的な意図がある、コンサートシリーズに参加したこともあった。ユダヤ人への抑圧が高まり、戦争への緊張も高まる中、 ジャーナリストであるハンリョルートアンドレイアスイコール、フリードリヒラとレジスタンス運動、ユダヤ人救援運動などを行う。大戦前は、抑圧が高まるドイツから、避難、出国するユダヤ系ドイツ人ために持ち出し制限がされてた資産を、一旦預かり、演奏旅行などで出国した先で渡すなど、資産移送に協力する。第二次世界大戦中は、レオやルート、 ルートの娘カーリン、アイネムや医師、外交官、軍人、印刷工、牧師など多様な人々が参加、協力したエーミールおじさんと呼ばれたグループが形成され、レオはアンドリーククラスの負の偽名で活動し、印刷技師、ルートビヒリヒトビッツらと接触してハンナチスのビラ作りを地下出版や、強制収容を逃れて、ベルリンに潜伏するユダヤ人や、 東方線からの逃亡兵の救援活動を行った。救援したユダヤ系ドイツ人には音楽家のコンラートラッテなど活動はベルリン全地区に広がり協力者も多かった。クライザウグループのヘルムとイエームス・フォン・モルトケと密接な連絡、交流があり、白バラグループの逮捕の約1ヶ月後、ビラを入手してスイスやスウェーデン経由で イギリスに送る手があるという記述からモルトケが行った白バラグループのビラの海外輸送に関与していることが示唆されている。1944年1月にモルトケが逮捕された後もクライザウグループとの連絡は保たれ7月20日事件に関連して6月26日にクライザウとの連絡役のハンス・ペーターズから近々ヒトラー政権転覆があるので 客演の形をとって、スウェーデンに行き、新政権の連絡役となることをレオが要請される。暗殺とクーデターの失敗後、関与した人々が逮捕、処刑される中トロットは、レオの名を明かさず処刑され、レオはこの事件による逮捕は、免れている。また、少し遅れて12月から7月20日事件に関与したとして、民族裁判が待った、モルト家の救援に、 レオ呼びエミールおじさんグループは、クライザウグループとのつながりを明らかにされるリスクを、犯して奔走する。第三帝国の無条件降伏から半月後の1945年5月26日に、ティタニア・バラスト映画館において、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮して、メンデルスゾーンの演奏会用上曲、夏の夜の夢、モーツァルトのバイオリン競争曲委長,長、チャイコフスキーの 公共曲第4番を上演し、聴衆の大絶賛を浴びた。一週間後には、スイスに亡命中のビルヘルムフルトベングラーの代として、ソ連将校のニコライ・ベルサリンによって、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に抜擢された。ハンナチ活動という実績と、流暢なロシア語のおかげで、占領軍と密な関係を結ぶことができた。ただし、 上記のような記載がある出版物がある一方で、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のホームページにおいては、ボルヒャルトに関する記述のタイトルが暫定出席指揮者とされており、またそのポストへの就任の経緯については、オーケストラによって選ばれ、ベルリン市に任命されたと記載されている。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の出席指揮者としては、全部で22回の演奏会を指揮している。 ボルヒャルトは1945年8月23日に演奏会から自宅に戻る車中で射殺された。イギリス人運転手が停車を求めるアメリカ人保証の手信号を誤解したためアメリカ人保証が発砲したのであった。イギリス人運転手とボルヒャルトの伴侶で女性ジャーナリストのルートアンドレイアスイコールフリードリヒは難を逃れた。この出来事の結果、 軍事的な検問書を明示することが定められ、手信号を使わないようになった。クラウディオ・アバドは、1995年9月5日と6日に、ボルヒャルトの没後半世紀を記念して、ベルリンフィルハーモニー還元楽団を指揮して、マーラーの公共曲第6番、悲劇的を上演した。残された音源からは、ウェーバーのオベロン序曲やチャイコフスキーの主要作品、 ワーグナーやプッチーニのオペラの抜粋、スッペの序曲、ドリーブやグラズノフのバレエ音楽などをレッパーリーに含めていたことがわかる。さらに、レビコフのような比較的無名の作曲家の作品や、ジャン・フランセのピアノ競争曲のような同時代の比較的新しい音楽も取り上げていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。